平成28年12月2日、いなべ市障害者活動支援センターでクリスマス会が開かれ、およそ50人の利用者の皆さんが美味しい料理を食べたり、音楽を聴いたりして楽しいひとときを過ごしました。乾杯です。このクリスマス会で提供された食事は、利用者のリクエストでこの日だけの特別メニューとして作られました。どのテーブルにも笑顔が見られる中、サンタやトナカイなどに扮したいなべ市商工会青年部の皆さんがたくさんのプレゼントを持って登場すると、会場はさらに明るい雰囲気に包まれました。毎年呼んでもらってありがとうございます。ありがとうございます。いなべ市商工会青年部によるクリスマス会の慰問はおよそ20年前から毎年続けられています。この日は多くの利用者の皆さんがバスで通っていることから、外にいても暖かく過ごしてもらおうと手袋とネックウォーマーをセットにして手渡されました。青年部の皆さんはプレゼントを渡した時の利用者さんの笑顔が何よりです。後日ありがとうと寄せ書きも送ってきてくれるのでとても嬉しいですと話していました。プレゼントが配られた後は素敵な音楽を届けようとハッピークインテットの演奏もあり、和やかな時間が流れていました。いなべ市障害者活動支援センターの関係者は、地域の人が本当にいろいろと支えてくださるので嬉しいです、利用者の皆さんの笑顔も今日はより輝いて見えましたと感謝の気持ちを話していました。